柴柴田田日本維新の会の会ですよろししくお願いしますまず最初にです、ね、いわゆる中国発出書についてお聞きをしたいと思います。これについては、お隣の国民民主の上田先生からも先般、この委員会で取り上げておられましたが、あのまあ、他国のです、ね、この問題に対する対応と比較しても、我が国の対応のあり方、大変心もとないなと。 感じるとところでありりまままししてて、まあ、そういういいいい観点からた思すで、えーまあ、ご存知のように、ですねこのスペインの NGO であります、セーフカード・ディフェンダーズが、今年の9月に、この中国警察が、日本や欧米等30カ国42都市70カ所でしょうか、まあ、海外警察サービスセンターと言ったりもしますが、まあ、ここでは中国発出所と呼んでいきたいと思いますが、 これをを設置しししていいるという指摘をしましたでこの、えー、中国発出所は、ですね中国の公安当局が、在外中国人向けに向けた組織で、中国の国外にいるこの反体制派など、非公式に監視をして帰国を迫るための拠点であると、えー、そして悪質かつ、悪質なこの違法行為などを行われているというようなことを ま報告をしたということでありますでこれを受けて、今、あの各国ではです、ね、国際的には懸念が広がってまして、えー、ま閉鎖要求や、あるいは実態調査に乗り出す国が相次いでいるところでございます。で例えば、あの報道によると、ドイツやイギリス、チェコ、カナダなどでは調査を行う方針をすでに示しておりますし、オランダでは外務大臣が中国大使に即時閉鎖を求めております。アイルランドでも 活動停止を中国大使館に求めたということでございますけれども、えーまあ、我が国においてはです、ね、林外務大臣も先月29日の記者会見で、この中国発出について、外交ルートを通じて、仮に我が国の主権を侵害するような活動が行われているということであれば、断じても認められない旨の申し入れを行っているということを述べて、関係省庁とも連携して対応する考えをまあ示したということであります。 であの海外での実態もいろいろこの、えー、注視、調査する、情報を収集する必要もありますが、我が国でもこの東京の秋葉原などにあるとも言われているところでありまして、えー、この外国、またはその機関が我が国の領域内において、公権力の行使と呼ばれるような行為を、我が国の同意を得ずに行うということは言うまでもなく、我が国に対する試験の侵害にあたるわけで、まあ、そういう意味でもですね、 あのまずは関係省庁が連携をして、実態把握をしっかりやるということはまず大事なことだと思いますし、もし本当に存在して、今、述べてきたようなことが行われているとすれば、これはもう厳しく断固たる対処をすべきだと思いますが、どのように取り組むのか、官官房長官にお聞きをしたいいと思います松野内閣官房長官。柴田先生にお答えをさせていただきます。 ある行為が主権の侵害に当たるか否かにつきましては、個別、具体的な状況に即して判断すべきものと認識をしております。その上で、本件について申し上げますと、先生からご指摘をいただきましたとおり、中国側に対して外交ルートを通じ、仮に我が国の主権を侵害するような活動が行われているのであれば、 断じて認められない認められない旨申し入れたところであります引き続き情報の収集及び分析に努めるとともに適切な措置を講じてまいりたいと考えております柴田匠君それでは確認ですがこの関係省庁連携のもとに調査をしっかりやるという理解でいいわけですねこれを確認したいと思います松野官房長官 繰り返しになりまして恐縮でございますが、情報の収集および分析に引き続き努めてまいるということでございます柴田匠君あの。そういうような答弁がずっと続いているような感があるんですが、まあ、果たして、えー、そういうものの言い方でいいのかどうかあの、やっぱり犯罪であれ、テロであれ、有事であれ、隙があればあー、甘いところがあれば、入ってくるところがあれば、どん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 こういうものは入ってくるものだと思います。で えー、そこが入りやすい国だ、ところだといえば、ますますあの不当な影響力を行使しようということになりかねないと思っていますので、これは他国の例にも習って、ですね、えー、そういう行為があるかどうかはきちっと調べなければ分からないわけですから、あの政府としてこの全力でそういうものは調査をするんだということを、もっと強く、まあ、ンボジアは大変お優しい性格なので、なおさら、 そう感じるのかもしれませんが、もうちょっと厳しくあの政府としては発信をすべきではないかと思いますが、いかがですか松野官房長官の。先生からお話をいただきましたとおり、本件につきまして、緊張感を持って対応してまいりたいと思いますけれども、あの事柄の性質上のこともございまして、先ほど申し上げたとおり、適切な措置を講じてまいりたいということでございます、はい、柴田匠君。まあここで このあとどれだけとも同じようなテーブルが返ってきそうなので、これ以上はお聞きをしませんが、繰り返しになりますが、やはり毅然たる態度ですねやっていかないと、ますますただしさえ、いろんな形で政財界であったり、いろんな形で日本にこの不当な影響力を行使しようということが、ますます助長されかねないと思いますので、しっかりやっていただきたいと思いますし、またえタイミングを見ながら、いろんなことを申し上げてまいりたいと思います。 それでは次にの質問に移りますけれども、世界一安全な日本創造戦略の改定に関連をしてお聞きをしたいと思います。であの今、政府においてはです、ね、来年の G7 サミット、そして2025年の大阪・関西万博を控える中で、この2013年にこの改定もしましたが、世界一安全な日本創造戦略を、もう昨今のこのテロの諸情勢の変化、 なども踏ままえててここの改定ををししよううととといいいでで作業が進んでいると承知をしていますすでにパブリックコメントなども得えているんだろうと思っておりますが、この国民の安心安全を確保するために、このテロ対策の充実強化を図ることは極めて重要なことだと思います。そこであのいくつかお聞きをしてまいりたいと思いますが、今回のこの改定にあたって、ですね NBC ・各、まあ、生物科学対応能力、 この NBC 対応能力、ゲリラ特殊部隊対応能力をはじめ、高いテロ対応能力を有する防衛省、自衛隊と警察、消防との連携をさらに進めていく必要があると考えますが、今回の改定を機にです、ね、このるテロ対策に有効と考えられる施策が、この防衛省、自衛隊、そしてこの警察、消防との連携強化によって、どのように進んでいくということになるのか、お尋ねをしたいと思います。松野官官房長官 お答えをさせていただきます治安出土カレージなどにおける自衛隊と警察の連携については平素から共同訓練を行うなどしてその強化を図っているところでありますまた住民の避難など国民保護法の下で行う措置についても国民保護訓練への参加などを通じ自衛隊と消防を含む関係機関相互の連携を深めてきています 現在の世界一安全な日本創造戦略においても、緊急事態への対処能力の強化のため、関係機関相互の連携強化等を図ることとされていますが、同戦略の改定後も、こうした連携強化に継続して取り組んでまいる考えであります。引き続き、こうした取り組みを進め、いかなる事態でも国民の生命、財産を守り抜くべく、万全を期していく考えであります。柴田匠君。 ご、はいえー、心配をしますのは、まあ、この後の質問ともみんなこう関連をするんですが、あのややもすると、この縦割り行政の弊害があってです、ねまああ、それぞれの縄張りがあって、このうまく連携ができてないところが見受けられると,ところがあります。したがって この改定を機にです、ね、そういったものがこうなくなっていくように、えー、ぜひやっていただきたいと思っているわけですね、まあ、そういう観点で質問しているということですが、ちょっと順番を変えてです、ね、先に治安出動のことについてお聞きをしておきたいと思いますけどであの、武力攻撃に該当はしませんが、一般の警察力で治安を維持することができない場合は、ご存じのとおり、治安出動が自衛隊にま命じられるということになります。 まあしかし、我が国においてはこの治安出動は、基地内閣でまあこの一時、検討されたこともありましたが、結局、行われず今日まで一度も行われたことはありません、であの災害派遣であれば、円滑にこう行われる部分がまだあるのですけれども、この治安出動は大変機微な問題で、ハードルが非常に高いように思います。で 先進民主国、他の民主国では、ですねこの出動した軍の部隊というのは警察などの指揮統制下に入るというのはよく知られていることで、例えばフランスでは活動事項が書面で付与されていますし、イギリスでは具体的な活動は警察の指揮官が決定する旨の、まあ、テロ行動計画というのは存在して、えー、そういう仕組みでやっているということですが、まあ、日本にはそういう仕組みが。 自衛隊の部隊を警察の指揮官に置くという仕組みは今のところないというふうに承知をしております。で、えー、そこでお聞きをしますが、この世界一安全な日本創造戦略の改定にあたって、この治安出動により、自衛隊の出動が必要になった際の、この自衛隊と警察との役割分担、連携方法はどこまで検討しているものなのか、官房長官にお尋ねをしたいと思います松野官官房長官お答えをさせていただきます。 治安出動カレージにおける自衛隊と警察との間の連携につきましては、両者の間であらかじめ協定を締結し、その要領や役割分担などを定めているところであります。事柄の性質上、協定や連携要領の細部についてのお答えは差し控えさせていただきますが、自衛隊と警察との共同訓練を通じて容量、要領の細部の確認などを行うことにより、 協定の実効性も確保してきてきいますこうした連携要領の具体化などについては、世界一安全な日本創造戦略の改定に合わせて行うといったものではなく、継続的に取り組むべきものであります。引き続きあらゆる事態への実効的な対処を確保するため、両者の連携を深めるための不断の取り組みを続けていく考えであります柴田匠君。 はい、あのいろんな連携、えー、あるいは役割分担をしっかりしてあの、他国の例にもありますように、きちっとこの警察の指揮下で動くということがやっぱり明確になっている必要があると思いますし、そのことが、えーまあ、両者間で明確に合意があって、国民にもよく伝わっているということが、私は極めて大事なことだと思います。あの治安室の時にです、ね、自衛隊が独断でで行動して暴走するのではないかとかと そういう無用な不安をなくしていくためにも、今申し上げたことをきっちりとあの国民にも分かるようにやっぱりしていくということが大事だということを求めておきたいと思います。で、次にあの、順番元に戻って、原発の警備等についてお聞きをしますが、この原子力発電所に有事が起きた際のシミュレーション、これも、えー、綿密に複数の場合を想定をしておくべきだと思います。 まあ、あの現在のところ、武力攻撃対応については想定をしていないということになるわけですが、まあ、ウクライナの念を出すまでもなく、いつのとき、わが国もこの原発をが武力攻撃を受けないとも限らないわけでありまして、このテロ対応にとどまらずに、武力攻撃対応もしっかり検討の上で、細かいシミュレーションを行う中、有事における自衛隊、警察、まあ、都道府県等の連携を、まあ、平時から強化すべきと考えますが、どのようにやっていくか。 官房長官にお尋ねします松野官房長官お答えをいたします国民の命と平和な暮らしを守るため政府として武力攻撃事態を含む様々な事態への対応について平素から不断の検討を行っているところでありますその中で原子力発電所に関する各種事態発生時における 関係機関相互の連携確保につきましても政府全体で必要な備えを行ってきております例えばこれまでも原子力発電所の敷地内で行うものも含め自衛隊と警察による共同訓練なども積み重ねているところでありますまた各原子力発電所の警備に関するさらなる連携強化のため現在関係機関及び 事業者による連絡会議の設置も検討していますさらに保護措置の実施にあたっての都道府県を含む関係機関間の連携についても国民保護共同訓練などを通じて進化を図っています引き続きあらゆる事態への対応に万全を期すため平素から関係機関相互の連携強化にも不断に取り組んでいく考えであります 柴田匠君。まあ、この原発の警護警備というか、大変多岐にわたって。まあ、あの警察、自衛隊、海上保安庁も関係してくるでしょうし。消防、地方自治体。あるいは原発の関係の機関などなど、多岐にわたります。えー、今、答弁ありましたようにですね。しっかり、あの訓練を積み重ねる、あるいは連携が。あの、しっかり。いざという時に、あの、果たすことができるように。あの訓練を積み重ねる、あるいはいろんな。 手立てをこじていただきたいと思います次にあのサイバー攻撃などについてお聞きをしていきたいと思いますがあの報道によるとですね、えー、この安全保障エネルギー分野への研究者を狙うこのサイバー攻撃が相次いでいるということでようでありますでこれは先月の30日に警察庁と内,場内閣サイバーセキュリティセンターが、えー、このサイバー攻撃がそういう 学者者や研究者を狙ったた攻撃が相次いでいいででるとと発表したところでございますであの情報を取られた例は確認されていないということでありますが、まあ、こうした分野の情報に関心を持って、情報接種を試みる動きと思われますけれども、こういった情報があ他の国に渡ってです、ね、それがまた兵器や武器や、あるいは日本を脅かす、そんなものにつながっていくと大変なことでありまして、 しっかりとこの実態を把握をして、未然に防止をしていく、拡大を防いでいくということが大事かと思います。そこで、あのこの問題のです、ね、実態はどうなっているのか、また今後、関係者への中期喚起など、この今申し上げたように、未然防止や被害拡大防止に取り組む必要がありますが、どのようにやっていくのか、お尋ねをしたいと思います警警察察庁川原サイバー警察局長お答えいたします。 委員ご指摘のとおり近年日本国内の学術関係者シンクタンク研究員等に対し講演依頼や取材依頼等を装ったメールをやり取りする中で不正なプログラムを実行させ当該人物のメールやコンピューター内のファイルの内容を盗み見るサイバー攻撃が多数確認されております警察が把握している限りでは2019年以降政治経済安全保障 エネルギー等の分野のものへ数十件の攻撃が確認されており複数回のやり取りを経て信頼させた後に攻撃を行うなど非常に巧妙な手口であります。先月30日こうしたサイバー攻撃の中で一定の共通点を有する事案を把握するに至りましたところ情報接種の被害の発生が深く懸念されることに鑑み広く手口を公表し 関係省庁と共同で注意喚起を行いま,したまた、被害の未然防止、拡大防止についてでありますが、これまでも各種協議会の枠組み等において、民間事業者等に対し、サイバー事案の脅威や手口等について、情報提供等を行ってきたところでございます。今回の注意喚起を契機に、改めて警察庁から都道府県警察に対し、 館内の学術関係者、シンクタンク研究員等に対しての注意喚起を行うよう指示しているところでございます柴田匠君。えー、昨今はです、ね、病院であったり、あるいは企業はもちろんですが、えー、そしてこの学術会というか、大学や研究機関等々にも、こうやってサイバー攻撃が広がっています。えー、警察のの方としてもです、ね、あの相談体制の強化であったたたり今お話さされれ答弁されたあ ことなどなどをやっていただいてこの注意喚起をして、かつ被害が広がっていかないように取り組んでいただきたいと思います。えそこでこのこういったサイバー攻撃の被害を少なく防止をしていくためにもこのいわゆるアトリビューションの向上というのは極めて重要なことになるということですが、この情報インフラやこの先端技術を狙うサイバー攻撃は非常にま激化をしている一方で。 この国をまたいだ攻撃者の特定や摘発は難航しています。まあ、た、だこれ摘発をできなくてもですね。誰がやったかやその手口を公表することで、攻撃の抑止と被害拡大防止にもつながるところだと思います。まあ,あのそこでですね。このサイバーテロ等の攻撃の未然防止。拡大防止のためには、外国治安情報機関等のま情報交換であったり、あるいは？ 情報収集機能および収集した情報の評価、分析機能の強化を図るなど、このアトリビューションに関する能力向上を図るべきだと思いますが、どのように取り組んでいくのか、官官房長官にお尋ねをします松野官房長官。お答えをいたします。サイバー攻撃がますます複雑か巧妙化している現下の情勢を踏まえれば、攻撃元や手口を特定するアトリビューションに関する能力の向上、並びにその前提となる 関係国との情報交換や情報収集評価分析の強化は極めて重要であると認識をしております政府においては平素から関係国との連携を図るとともに情報コミュニティ省庁が内閣のもとに相互に緊密な連携を保ちつつ情報収集評価分析活動に当たっているところであります 今後とも情報収集および評価分析の一層の強化に向けた体制整備や各種研修の充実を図り、サイバー攻撃等への対応を含めた政府の情報収集機能の強化に努めてまいりたいと考えております、はい、柴田美君、はいまあ。このアトリビューションは、ただこれ、難しいのは相手国とのです、ねえー、場合によれば関係発化の懸念も出てきますし、まあ 自国の我が国の,この情報収集能力を相手に知られてしまうというところもあるんですけれども、恐れもありますが、またその公表にはタイミングを含めて、政治的判断の側面も大きいと、難しさはありますけれども、やっぱりこの能力をしっかり向上させていくということが大事なことだと思っておりますので、しっかり取り組んでいただきたいと思います。そしてて質問ででははないいのですが今これから政府においては このサイバーセキュリティの司令塔を作っていこうということで、いろいろ作業が進んでいると承知をしていますけれども、まあ、悪いことではないのですが、このサイバーセキュリティに関しては、先ほどからもお話をしていますように、警察であったり、まあ、防衛省であったり、えー、内閣官房であったり、ですねあと細かく言えばデジタル庁もそうかもしれませんし、総務省、経済産業省等々、大変多岐にわたるわけですが、これまでもこのサイバーセキュリティについては、いわゆる縦割りが、 あってですねなかなかこううまくいかなかったという例があります。まあ、そういう意味では、きっちりこのサイバーセキュリティのの資料手をが、ですねあのそういったものを乗り越えてやれるものにしていただきたいと思いますし、今、まあ、デジタル庁もそうですが、やってみたら、さほどあんまりびっくり変わらないというか、あるいは子ども家庭庁も、このままだった、今までとあまり変わらないようなことになりかねないというところが見えつつありますが、えー、もし、 このサイバーセキュリティの面で作るなら、今申し上げたことをしっかり念頭においてやっていただきたいということを。これは要望に開催していただきますが、お願いをして、あの官房長官の質問はありませんので、関係の皆さんにはご退席いただいて結構です。日日よろしくお願いします。松野官房長官及びその関係者はご退席いただいて結構です。 柴田匠君、はいえー、ありがとうございました、えー、次にサイバー犯罪攻撃などに対する警察の対応についてお聞きをしていきたいと思いますが、あのこのサイバー攻撃などに対応していくためには、対処していくためには、まずあの専門人材の育成、またこの資機材の充実というのが欠かせないことだと思います。まあ、そのためにもこの専門知識や技能 を有する者の,の採用及びこの能力向上を図るとともに必要な操作用解析用資機材の充実強化を求められますがどのように取り組んでいくのか警察庁にお尋ねします警察庁川原サイバー警察局局長お答えいたします、えー、人材の確保育成についてでございますが都道府県警察におきましては民間企業での経験や情報通信技術に関する高度な資格の保有等を条件として 中途採用特別採用を行っており令和4年4月1日現在全国で約450人の職員が在籍しておりますまた警察庁においても情報通信に関する専門的な技術を有する者を技術,技術系職員として採用し高度な解析技術を持つ職員の育成を推進しているところでございますでさらに職員の技能レベルに応じた学校教育や能力検定 実践的な操作演習や事案対処訓練民間企業への派遣研修等による人材の育成にも努めておりますまた高度化複雑化するサイバー事案に的確かつ機動的に対処するため必要な資機材等の整備を推進しており例えば実践的な訓練環境や解析環境を遠隔で提供する基盤の整備を推進しております このほか令和4年度に新設したサイバー特別捜査隊や都道府県警察等における資機材の拡充・更新に要する経費等の予算も要求しておりまして緊急性や重要度の高いものについては令和4年度補正予算第2号によって前倒しするなど早期整備を推進しているところでございます。引き続き、続深刻化すするるるサイバー空間をめめ、ぐる情勢にに的確に対処するため 人的物的基盤の強化を推進し対処能力の向上に努めてまいりたいと考えております。柴田卓二君はい、えー、ありがとうございます。でこの人材の育成資機材の充実のお上でですね新たな捜査手法ということについてもいろいろこれから検討する必要性があるのではないか。この日に日に深刻化複雑化巧妙化しているサイバー犯罪攻撃でありますので、えー、その捜査能力を 向上させていくためにもまあ海外におけるサイバージア捜査の法制度や捜査省等に関する研究を推進してですね、新たな捜査省のおがやれるようにそれを目指していくべきだと思いますがどのようにやっていかれるかお尋ねをします河原局長お答えいたします警察庁におきましては諸外国の制度や手法に関する情報収集研究を 継続的に行っているところでございます我が国としての捜査手法や権限に関する制度化については刑事訴訟法等の基本的な法制度に関わることであり国民の理解が不可欠であると考えておりますいずれにしましてもサイバージア等の新たな治安上の脅威に対しまして安全安心を効果的に確保するため今後これらの取り組みをさらに充実させてまいりたいと考えております 柴田匠君、はいえーまあ、今もその海外のです、ねえー、いろんな先進事例などもこの調査をしながらということでありましたが、あのいずれにしても、この我が国のみならず、諸外国との連携を強化していくというのは、このサイバー攻撃が複雑か巧妙か、そしてこの容易に国をまたいで行われるという事案になっていますので、これに対処する上ではその国、国 最適な連携強化といこのため、この警察職員の海外派遣を通じたこの外国捜査機関との連絡体制を強化したりです、ね、外国捜査機関の職員を招聘して意見交換を、情報交換をしたり、あるいはこの国際共同捜査への参画に向けた、そういう意味では、その連携をです、ね、諸外国と進めていくというのは大事なことだと思いますが、どのように取り組んでいかれますか、国家公安委員長にお尋ねをします。 谷国家公安委員長。サイバー事案の捜査にあたっては、委員ご指摘のように、外国捜査機関との連携が不可欠であることから、本年4月に設置いたしましたサイバー特別捜査隊が、外国捜査機関との捜査会議などに参加しているところであります。また本年6月から 欧州各国の捜査機関との緊密な連携を図るため、いわゆるユーロポーロ・欧州連合法執行機関協力庁でございますが、警察職員を連絡担当官として初めて常駐させるなど、信頼会見を信頼関係を構築し、情報交換を行っているところであります。引き続き続これらのの取組をを通じた外国捜索官との連携を推進し サイバー空間における一層の安全安心の確保が図られるよう、警察を指導してまいりたいと思います柴田匠君、はいえー。この国際連携を進めていくということは、極めて重要なことだと思いますので、えー、しっかりやっていただきたいと思いますが、あのそんな中で、えーまあ、北朝鮮によるです、ね、このサイバー攻撃が大変、 この頻繁にかつ大きなものになってきております。で、ご存知の通り、この国連安保理北朝鮮制裁委員会専門家パネルが。本年の10月にですね。北朝鮮の下部組織とされるラザルスと呼称されるものを含む。北朝鮮のサイバー攻撃グループが、ま引き続き。暗号資産関連企業及び取引所等を標的にしていると指摘をしました。で、このラザルスはよく知られているように、北朝鮮の。 対外情報交差機関、この偵察総局というんでしょうかね、ここに関係があるとされて、2014年にはソニーのアメリカ子会社に対する攻撃もやりましたし、あるいは2017年には世界中で被害が出たこのコンピュータウイルス、ワナクライを使った攻撃などに関与したと言われています。で、あのこの同じく10月には、政府からも注意喚起の文書を出したところでもありますが、この北朝鮮によるサイバー攻撃に対して、このどのように対策を講じていくか。えー 国家公安委員長にお尋ねをします谷国家公安委員長北朝鮮は外国獲得を目的として様々な形でサイバー攻撃を行っていると見られており米国をはじめとする諸外国などもその旨を明言しているところでありますまあ、こうしたサイバー攻撃に対して警察ではサイバー特別捜査隊を中心としたサイバー攻撃の攻撃者 および手口に関する実態解明、また国内外の関係機関と連携した情報の収集・分析、先ほどお答えしたとおりでございますが、さらにそれに加えて、我が国独自に、あるいは各国と共同して、攻撃者を公表し、非難することで、サイバー攻撃を良くする、いわゆるパブリックアトリビューションをはじめとした総合的な サイバー攻撃対策を推進しているところであります。まあ、このような取り組みとして、本年10月、えー、委員ご指摘のとおり、関係省庁と共同で、ラダラスに関するパブリックアトリビューションを行ったところであります。まあ、引き続き、サイバー攻撃の被害拡大の防止、および被害の未然防止に努めるよう、警察を指導してまいりたいと思います。 時間がまいりましたので、おまとめください。時間がまいりましたので、これで終わりますが、このサイバー攻撃犯罪に対しては、警察の能力を上げるのはもちろん、また関係省庁との連携、そして民間との皆さんとのオールジャパンでやっていくということと、国際機関とのまた連携、協力をしてやっていくことを、さらに進めていただくとお願いをして、他にも質問がありましたが、時間が来ましたので終わります。ありがとうございました